今日は宮澄公園っていう場所に来ました。桜がね結構有名なスポットなんですけども、ちょっと秋とかどんな感じなんかなと思って聞きました。結構モミジが綺麗に見えるスポットですね。ちょっと行ってみましょう。現在地なんて行こうか。こっちか。昔の家があります。嘘取り大名神民話の村、毎年嘘取りがやってきます。クリスマスワークショップ、何時まで、15時まで、11時から15時まで。めちゃくちゃ高いってわけじゃないですね。弁当550円。もうテイクアウト系なんですねこれ。お皿っていうか、ちょっと面白いですね。これ花坂じいさんとばあさん。本当にこの春になったら、今何もないですけど、桜がむちゃくちゃ綺麗に見えます。初代の町長さんがこの公園に植えたそうです。欲張りじいさん、人が持っているものはあれこれも欲しがる欲張りじいさん、最後には一目ひどい目にあった。なんでかわかる、なんでかわかるかな。こちらがこの
公園をね作った初代町長さんですね。こういうこともあっての今の公園です。ちょっとね今桜見えないですけど、モミジが非常にあの綺麗な、グラデーションな感じですね。ちょっとあのマイナー、まだマイナーというかね、桜のイメージがどうしても強いかもしれません。でもあの結構ねゆっくりできそうな、場所ですね。まあ、早めにね行けばあの普通にあのご飯をね、まあ、ランチみたいな感じで買って、まあこの辺で食べれたりするような感じでございます。ぜひあの興味ある方行ってみてください。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。